ちなみに鬼怒川温泉駅からホテルまで徒歩9分です。チェックインは午後2時ですが、状況によっては時間前に手続きを終えることもできます。平日プランで宿泊、日宿の宿泊もこのプラン。この時は1泊2食付き税込み7700円がぼっち泊料金です。夕食には日替わりのすき焼きと湯葉がつきます。貸切天空露天風呂も一番最初に予約することができました。現在のオールリグループは、ここ鬼怒川温泉のホテルニューオールリ、草津温泉のホテルニュー紅葉と、先日動画をアップした塩原温泉郷のホテルオールリ、こちらがサムネイルですね。現在3軒になります。Thank you.
後で知りましたが、バストイレが別々の部屋もあります。
私はスタッフさんに天ぷらの追加お願いしますと言いましたが、スタッフさんは満面の笑みで、これで終わりです、天ぷら。コーラでも飲んで忘れよう。バイキングの他に毎日日替わりがつきますよ。この時はすき焼きがつきました。そういえばすき焼きと一緒に湯葉もついてきました。土曜日休日前は日替わりプラスカニ料理またはアワビの当番焼きがつきます。実は平日プランでもアワビの当番焼きカニ料理が各1210円で注文できます。ただし宿泊当日の14時までに注文すること。それから500円の追加料理もあるので追加するのもありですね。ということで私のオールリー夕食です。ごちそうさまでした。おいしくいただきました。
Thank you.
そんな時代もあったんですよね。また県民割やってほしいな。現在でもオールリさんではお得に宿泊できるプランはございますので、公式ホームページなどで宿泊プランをチェックしてみてください。最後に一言、とても安い宿ですので、多くのことを望む人は宿泊料金がそれなりのところへ行くのがよろしいかと思います。Thank you for watching until the end.